私はこの部分を予言的な重荷と呼んでいます第一の重荷はキリストの書臨と関係した予言的な光景を扱っています9から11章第二の重荷は キリストの再臨と関係した油言的な光景を扱っています。十二から十四章。最初の8つの説には、アレキサンダー大王によって達成された、異邦人の国々に対する裁きが書かれています。この世の支配者と、書輪のために、神様が地上に送られる方との間の対比を見ます。この世の支配者は、アレキサンダー大王です。彼は傲慢で、横柄で、とてもうぬぼれの強い若者でしたが、おそらくこれまでの世界で最も頭の良い軍師です。彼は素晴らしい軍隊のリーダーで、政治的リーダーでもありました。確かにカリスマ性があり、軍衆が彼に従いました。 ゼカリア書9章1節戦国、主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそのとどまるところ、主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。 戦国、主の言葉の重荷と書かれています。この重荷という言葉は裁きを意味しています。アレキサンダー大王は知らず知らずのうちに裁きのための神様の道具となりました。彼の軍隊は鍵となる町々ダマスコとハマテを占領してハデラクの地を征服しました。ダマスコはシリアの首都でした。今日もそうです。同時にその町はイスラエルに大きな困難を与え続けています。一から七節に言及されている町々は約束の地に向けてのアレキサンダーの大きな軍隊の行進をたどります。今は歴史上のことです。 でもこれが書かれた時には予言でした。文字通りにこれが成就したので、この予言は神様の御言葉の中の最も驚くべき記事の中の一つです。 アレキサンダーはヨーロッパを後にして小アジア現代のトルコに渡り、次から次へと街を占領しました。彼は残忍で残虐な人物でした。でも彼にはたった5万人の軍隊しかなかったということは理解しなければなりません。高等時にはこの人数はかなり少ない方です。ですから彼は自分が征服した街を支配するために、誰かをそこに残すということはできませんでした。彼は街々を破壊するか、あるいは後ろから自分たちを攻撃することができないほどに、その街々を弱くしなければなりませんでした。彼はこの説に言及されている街々の多くを抹殺しました。 サンダーがが軍隊を引き連れれてててパレスチナの地に進しいいく詳細が含まれています2節これに境を接する浜手にもまた地上非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられているツロやシドンはその当時の裕福な商業都市でした3から4節ツロは自分のために砦を築き銀を塵のように積み黄金を道端の泥のように積み上げた見よはツロを占領しその類を打ち倒して海に入,る入れるツロは火で焼き尽くされる 鶴はこの島の要塞に置かれているのだから難攻不落であると全ての人々が思っていました。そこの住人は偉大な商業国を発展させ多くの富を集めたフィニキア人たちでした。アレキサンダーは鶴の町を7ヶ月間包囲しました。そして最終的に旧市街の瓦礫を海にこそぎ落として島の町への取って道を作ることでこの町を征服しました。今日私たちはこの全てのことを見ることができます。私は自分で撮った写真を持っていますが、その写真はこの 予言がどのように文字通り成就したかを明らかにしています。鶴を占領した後、アレキサンダーはパレスチナの国に移動しました。五節、アシケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく、エクロンもそうだ。そのたんのみにしていたものが恥ずかしめられたのだから、ガザからは王が消え失せ、アシケロンには人が住まなくなる。 私はこの地域に行ったことがあります。そして古いダゴンの宮の廃墟の写真を持っています。今日その地域はイスラエルの国に返還されました。足土手には人工の港が作られ、次から次へとアパートが建てられてきています。海岸沿いに下っていってもう少し内陸に入るとアシケロンがあります。 今日その町は繁栄してはいますが、古いアシュケロンとは位置をことにしています。元々のアシュケロンは海岸沿いにあり、今日まだそこには廃墟があります。公園で美しい地域ですが、誰も住んではいません。もはや町ではありません。神様の御言葉がどのように文字通り成就したのかを見ることは興味深いことです。アレキサンダー大王はこれらの町々を破壊し、ペリシテの力を打ち砕きました。6節、アシュドデには根血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし。 アシュドデには、根血の民が住むようになると書かれています。アシュドデには、住む者がいなくなると言っているのではありません。そんなに上流階級の人たちがそこに住むのではないと言っているだけです。そして確かに、アシュドデには、今も人が住んでいます。私はペリシテ人の誇りを絶やしいと書かれています。アレキサンダー大王はペリシテの国に終わりをもたらしました。彼らは二度と国として再興することはありませんでした。七節、その口から流血の 罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一主相のようになる。エクロンもエブス人のようになる。彼らが関係していた汚れた食べ物と偶像への生贄を指しています。神様はペリシテから偶像礼拝を取り除かれます。そしてキリストが帰って来られるとき、彼らもイスラエルの神様に対して回収するのです。彼も私たちの神のために残され、とゼカリアが言っている通りです。ペリシテは神様の民の一部となり、イスラエルの祝福を受け継ぐものとなるのです。 さて、アレキサンダーがエルサレムに近づいています。彼はエルサレムに何をするのでしょうかここにはとても不思議なことが書かれています。8節私は私の家のために行き来する者を見張る英書に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ている体。 私の家とは彼らが建てていたあの小さな宮のことを指していると私は信じています。神様はご自分がその小さな宮をアレキサンダー大王から守ると言われたのです。神様がそのように語られ、ゼカリアはそれを記録する勇気を持っていました。念なら彼は神様の御言葉が正確であることを信頼することができましたし、そのことが成就すると信じていたからです。さて、この言葉は成就したのでしょうか。大祭司が祭司の清掃をして、アレキサンダーに近づいただけではなく、大祭司がダニエル賞を携えてきてアレキサンダーに 彼に関する予言を示したと言われていますそのことが彼をとても感動させたのでアレキサンダーは街に入って行って生き人を捧げ宮で礼拝したというのですアレキサンダーがエルサレムを破壊しなかったという事実によってゼカリヤの予言はとても素晴らしいものであることがわかります次の説は聖書の中でも最も素晴らしい箇所の一つですこの箇所はいわゆるキリストのエルサレムへの勝利の入場に関係があるからです 九節、シオンの娘を大いに喜べ。エルサレムの娘を喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、入和でロバに乗られる。それもメロバのこの転ばに。 本説は、予言というドアがこれによって動く、超都外なのです。あなたがこの箇所を私と一緒に注意深く学び通してくださることを願っています。主は勝利をもたらす、あるいは解放してくださるために来られる、王なる方なのです。すべての福音記者たちが、いわゆる主イエスの勝利の入場を記録してはいますが、ゼカリアから引用しているのはマタイだけです。 マタイの福音書21章1から5節3章。シュイエスは小さな平和の動物に乗ってご自分の初臨の時には平和をもたらされました。主は再臨の時には戦争の動物である白い馬に乗って来られます。でも主は平和をもたらされます。どのようにしてでしょう不義を倒されることによって平和をもたらされるのです。 主は最初の時には私たちの贖いのために死ぬために来られましたが、次回は支配するために来られます。キリストの書林と再イとが一つの箇所で結び合わされている時、預言者たちは熱心に尋ね細かく調べました。が、彼らには区別をつけることはできませんでした。彼ら自身は理解することはありませんでしたが、預言者たちは見たまが彼らにお与えになる通りに、ただそれを書き記したのです。 いわゆるキリストのエルサレムへの勝利の入場は確かにとても哀れなものでした。実際それは貧しさのパレードだったのです。キリストはそれを勝利の入場にしようとは意図しておられませんでした。小さなロバは王たちが平和の時に乗った動物だったのです。主は戦術を変えてエルサレムにいわゆる勝利の入場をされましたが、その呼び方はふさわしくない。キリストのエルサレムへの入場は一度ではなく三度ありました。 イスラエルの国に対して主が最終的に姿を見せられた時には、預言者、祭祀、王としての主の三つの職務を示しておられたのです。私たちは主の入場が勝利の入場となるはずではなかったということを見てはきましたが、そもそも入場だったのでしょうかいいえ、実際主は入場ではなく退場しようとしておられたのです。主は統治の準備をしておられたのではありません。主は受難と苦しみと死と主の門をくぐっていかれることの準備をしておられたのです。 主のエルサレム入場は片道切符ではなく往復切符でした。そして主の死と復活と焦点と取りなしと景挙の時に来られることと、そして最終的に王として来られるということにつながるご計画の一部だったのです。実際主の勝利への道は小さなロバに乗ってベタニアからエルサレムに行く道だけに制限することはできません。その道は主が世のもとの据えられる前にほふられた子羊であられた永遠の過去に始まり、永遠の将来に続く旅のほんの小さな一部にしか過ぎないのです。 このような条件のもとに見ると、主の入場は意義深いものになります。そのような正しい見方をしなければ意味はありません。永遠から出てこられたお方。遺ヤ書57章。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を生と唱えられる方がエルサレムに入られたのです。モーセが書いたように、 詩編90編2節トコシエからトコシエまであなたは神です。つまり永遠の昔に向かって門をつける最後の一点から永遠の将来に向かって門をつける最後の一点まで主は神様なのです。十字架と空っぽの墓は主の最終的な目的地ではありませんでした。焦点も主の物語の結論ではありませんでした。主が戻って来られるとき、は王として来られます。主はいつの日かこの世に平和をもたらされます。ですから主は言われます。 十節。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。エフライムは北王国を、エルサレムは南王国を示しています。一つはアッシリアの補修となり、もう一つはバビロン補修になりました。でも彼らは一つの民であり、キリストのご支配のもとにもう一度統一されます。 ユダヤ人たちはもはや軍備を必要としなくなるのです。イエス・キリストが来られ平和を打ち立てるまでは、この地上は決して平和になることはありません。イエス・キリストだけが世界平和をもたらすことがおげきになります。世界中に平和をもたらそうと試みる代わりに、私たちはただ耐えず自分たちを守る準備をしている必要があります。なぜなら私たちが今日住んでいるのは大きくて悪い世界だからです。 今日形作ることのできる唯一の兄弟関係は、キリストの父恵によってあがなわれたキリストの体である信者の集まりの中にしかありません。好むと子供ざるとにかかわらず、この世が平和になる唯一の道はイエスキリストを通してしかありません。代用品は一つもないのです。11節あなたについても、あなたとの契約の地によって、私はあなたの取らビトを水のない穴から解き放つ。 あなたについても、とは苦しんでいたイスラエルの経験な残りの者たちを指しています。私にできる最善のことは、この説の霊的な解釈をすることです。人類の唯一の解放は、契約の地を通してしかありません。そして、その契約の地は、新約聖書の地であり、キリストの地です。今日この世にいる人間は、自分が実際に囚人であることを認識してはいません。人間は、ローマ人への手紙、7章14節売られて罪のもとにあるものです。 罪の奴隷なのです。私たちが自由についてあまりにも多くのことを民意するこの時代に、私は以前は麻薬中毒で今は解放された何百という人々から手紙をもらいます。彼らはどのようにして解放されたのでしょうキリストの血によってだけです。解放を求めて主に立ち返ることによってだけ解放されるのです。主だけが捕らえ人を水のない穴から解き放つことがおできになるのです。 12から13節。望みを持つ、取られ人よ、砦りに帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。私は2倍のものをあなたに返すと。私はユダを曲げて、私の弓とし、これにエフライムをつがいたのだ。シオンよ、私はあなたのコラを奮い立たせる。ヤワンはあなたのコラを責めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。私はユダを曲げて、私の弓とし、と書かれています。今私たちはキリストが統治される千年王国を望み見ています。この世の全ての国々が主に膝をかがめます。 キリストがもう一度来られるときそれこそが勝利の入場となります14から15節「主は彼らの上に現れその矢は稲妻のように放たれる神である主は角部屋を吹き鳴らし南の暴風の中を進まれる万軍の主が彼らをかばうので彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ彼らの血をぶどう酒のように飲み蜂のように祭壇の四隅の角のように満たされる」これはキリストが来られるまでの描写であると言いましょう人間がこの地上に千年王国をもたらすことはないのです 16節その日彼らの神主は彼らを主の民の群れとして救われる彼らは装置できらめく王冠の宝石となるその日というのはゼカリアが12章で大いに使うようになる表現ですその日は主の日であり教会が霊去によって地上から去った後に始まります主の日は大観難時代の到来を告げ7年間の観難の後主イエス・キリストがご自分の御国をこの地上に立て上げるために来られる時に終わると私たちは信じていますその後この地上にはキリストの千年の支配が行われます 彼らはその地できらめく王冠の宝石となると書かれています。預言者マラキは主はその日にご自分の宝石をまとめられると私たちに教えています。マラキソ3章17節彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に使える子をああれむように私は彼らをああれむ。これはイスラエルと異邦人の国々の経験な者たちを指しています。ついでながら、 マタイの福音書13章46節素晴らしい値打ちの真珠。である教会はそこには含まれていません。キリストはその真珠のためにものすごい代価を払われたのです。17節それはなんと幸せなことよ。それはなんとうるわしいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ。新しい武道酒は若い女たちを栄えさせる。それはなんと幸せなことよ。それはなんとうるわしいことよ。と書かれています。これは来,た来られるべき方の善良さを表しています。 善良さで知られてはいなかったアレキサンダーとは格段に違うところです。アレキサンダーは残酷で残忍でうんぼれに満ちていました。シュイエスは入話で謙遜で善良さとうるわしさに満ちています。主が最初に来られた時には、イザヤ書ョ53章2節彼には私たちが見取れるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見舞いもない様子でした。十字架は恐ろしいものでした。でももう一度主が来られる時、あ、主はどれほどうるわしいことでしょう。 私たちは今の時代の美しい人たちのことを語りますが、主こそが麗しい方であり、主はご自分の麗しさをご自分の者たちにお与えになります。穀物は若い男たちを世界させ、新しい葡萄酒は若い女たちを世えさせると書かれています。でも新しい葡萄酒で酔うことはありません。まだ発行するチャンスがないからです。ですからここに書かれているのは、食べ物が豊富にあるということに関する言及です。イエス様がこの地上で支配される間には危機もエネルギー不足もありません。 その時は豊かで喜ばしい時になります。これは主の御国の特徴の一つです。